い、どうもこんにちは、渋キッチンです。今日はですね、ツナとキノコのトマトソースボスカイオーラを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、それでは材料の紹介をしていきたいと思います。はい、まずはスパゲッティ、太さが 1.6 ミリのタイプのやつですね。それとツナ缶、黒胡椒、トマト缶ですね、カットタイプのトマト缶、赤ワイン、オリーブオイル、こちらが鷹の爪、輪切りタイプのものですね。それと塩、キノコが舞茸、今日は椎茸、エリンギ、しめじですね。それとグラナパダーノ、チーズ、粉チーズでも大丈夫です。こちらニンニクですね。キノコなんですけども、キノコはとお好みのもので大丈夫です。以上を使ってツナとキノコのトマトソースボスカイオーラを作っていきたいと思います。はい、まずは全てのキノコをカットしていきたいと思います。椎茸は軸のところは落として、今日は軸の部分は使いません。このまま適当な大きさにスライスします。エリンギですね。エリンギは、まあ、このぐらいの手のひらぐらいのサイズだったら半分に1回切ってあげて、これも適当な大きさですね。キノコは結構焼くと縮むので、あんまり小さくしすぎない方がキノコの存在感がちゃんとあっていいですね。まあ、3等分ぐらいですかね。舞茸はもう手でほぐしていきます。でこの石突きのこの下の部分ですね、この部分は火がちょっと入りにくいので、まあ、手でほぐすか包丁とかで火が入りやすいようにちょっと大きさを整えてあげてください。それとしめじですね。しめじはこの下の軸の部分を落としてほぐしてあげます。今日ちょっと最初に紹介し忘れちゃったんですけど、1食あたりバターも 5g ほど用意してください。次にニンニクですね。ニンニクは1かけ使います。みじん切りでもいいんですけど、今回はちょっと大きめにこう包丁の背で潰してあげて、ニンニクの芽は取っていきます。で適当な大きさにカットします。それと使う分だけの量を取ってあげて、余分な油は切っていきます。ツナの油が切れたらパスタソースを作っていきたいと思います。はい、そしたらまずはキノコから炒めていきたいと思います。先にキノコを炒める理由なんですけども、ニンニクや唐辛子を入れてからキノコを炒め始めてしまうとニンニクは焦げてしまうので、それを防ぐために先にキノコだけを炒めていきます。オリーブオイル、フライパンにオリーブオイルを垂らしてあげて、先ほどカットしたキノコですね、こちらを入れてカリッと焼き色がつくように炒めていきたいと思います。一度フライパンに置いたらこう広げるようにして、あまりキノコ同士が重ならないようにしてしっかりと炒めていきます。一度置いたらあまり動かさないようにして、しっかりと焦げ目をつけてあげた方がキノコのうまさが引き立つまでそのまま焼いていきます。でここで下味の塩をつけるんですけども、塩を先に振ってしまうとキノコから水分が出すぎてしまうので、焼き色がつきにくくなってしまうので、ある程度炒めてからキノコは味付けをするようにしてください。香ばしい感じの焼き色がつくように焼いていきます。このぐらいですね。こういう感じでしっかりと焼き色がついてきたら、下味の塩を少ししてあげます。しっかりと焼き色がついてキノコが炒められたら、一度バットなどに避けます。フライパンはちょっとこうデグラセしてあげて、キノコの旨味がこの鍋肌にくっついたまんまになってるんで、それを水を入れてデグラセして落としてあげて、少し煮詰めたらこれを先ほどのバットの方に入れていきます。そしたらもう一度オリーブオイルを敷き直して油を垂らしてあげて、そこにニンニクですね、ニンニクを入れて香りを出していきます。それと鷹の爪ですね、弱火でじっくりと炒めてあげて、ニンニクがこう色づいてきて、ニンニクのいい香りが立ってきたら、先ほどのキノコを戻してあげます。
それとここに油を切ったツナですね、こちらを入れていきます。このボスカヨーラっていうパスタは、まあ、キコリ風っていう意味だったりするんですけども、まあ、森にあるものを基本的には使う、まあ、キノコがそうですよね、キノコを使うのが基本的なんですけども、あとはツナを入れるのが一般的なんて言われてたりもします。ツナも入れたらここに少量の赤ワインを入れてあげます。赤ワインのアルコールはしっかりと飛ばしてあげて、赤ワインのアルコールが飛んだらここにカットトマト缶ですね、こちらを入れていきます。トマト缶を入れたらトマトのそのトマト缶の酸味ですねを少し飛ばしてあげます。トマトソースを入れてある程度煮込んだらそこにバター一かけを入れます。バターを入れてバターがしっかりと溶けて全体馴染んだらお湯を沸かしてパスタを茹でていきます。お湯が沸いたらパスタを茹でていきます。タイマーが鳴ったら火を止めて先ほどのソースの方に麺を入れていきたいと思います。よく麺とソースが絡んだら火を止めてチーズですねを入れていきます。チーズともよく絡めてあげて、よく絡んでチーズがきれいに溶けたらで味見ですね。それとここに仕上げの黒胡椒ですね、チーズをさらに削りかけていきます。それと彩りのパセリですね。ここまでできたら完成ですね。食べていきましょう。ではいただきます。結構これ簡単に作れる美味しいパスタですね。もう今回使ったキノコは本当どこのスーパーでも簡単に手に入るキノコなので、ぜひ行ってみてください。おすすめですね。いただきます。うまっ。最初にしっかり炒めたのでキノコの香ばしさがしっかりこう際立っててめちゃくちゃ美味しいですね。うん、うまっ。今回のこのボスカヨーラツナとキノコのトマトソースなんかは赤ワインが結構おすすめですね。白ワインももちろん合うんですけども、まあ、僕は赤がいいかなと思います。これ本当に簡単に作れてどこのスーパーでも買える食材しか使ってないので、皆さんぜひ作ってみてください。めちゃくちゃ美味しいです。おすすめです。ぜひ作ってください。